いどもんちゃーレオシグです。暇です、めちゃくちゃ暇です。はい、ね、今回は前の日コミュニティの方にもね、なんか YouTube のコミュニティ機能みたいなんだけど、まあそこにも書いた通り、まあね、今時期が時期ということで、まあ我らガンダム勢は家で自粛してるわけなんですが、いやー、ガンダム勢ってさ、ガンダムやるだけでこんなに暇になる。あ、ガンダムやらなくなるだけでこんなに暇になるんだね。もう一生寝たきりよ。もう本当に植物みたいな生活を送ってるの。もうこれ以上ね、なんか、これ続けてると多分頭がね、おかしくなっちゃうんで。まぁちょっとね、頭のリフレッシュのを含めて、ちょっと動画撮ろうかなと思って今つけてるわけなんですけど。まぁちょっとストックもね、一応あるわけにはある、ある分にはあるんですけど、まぁ、ちょっとまだね、まぁいいかなと思って。で、今回は、まぁ何するかっていうと、皆さん、全盛期ビタール覚えてますか？おととしの12月だか11月だか忘れたけど、まぁ、そんくらいに解禁されて、まぁ、環境荒らしまったっていう、まぁ、記憶に新しい人もね、少なくないんじゃないでしょうか。まぁ、ずっと前からやってる人とかね、当然あれだけど、まぁ、エクバ2から始めましたって人は、まぁ、ちょっとね、もしかしたら、まだ覚えてないかもしんないね。エクバ2の地域から始めましたって人は知らないかもしんない。まぁ、昔このキャラやばかったんですよ。まぁ、今も結構やばいけど、まぁ、ね、まだあれじゃないですか。まあ、ぶっちゃけ可愛いもんなんですよ。っていうのをね、まあ、振り返る動画を軽く、まあ、頭のリフレッシュで撮っていこうかなと思います。ちょっとね、本当にやばいんだよ。死んじゃうんだよ、頭が。じゃあ、早速つけていこう。これ、昔の俺の動画だね。いつだっけ？日付はわかんねえけど、11月か12月にあげたやつですね。懐かしいな、この頃。まだ俺、タイだよ、タイ。つかね、まあ、動画もね、どうしようかなと思って、なんかカーソルが映ってますね。まあ、いいや。これから動画の方針なんですけど、まあ、コミュニティの方にも書いた通り、まあ、家ゲー配信、まあ、しながら、まあ、ちょいちょいこういうね、ゲーセン行かなくても撮れるような動画とかをね、バンバン撮っていこうかなと。で、あとね、茶番も考えたんだよ、最初。茶番、あったじゃん。俺が顔出ししてべちゃくちゃくだらないこと喋るパート。あったんだけど、昔の茶番見たのね。俺メンタルいっちゃって、何がメンタルいったかっていうと、いやなんかそういう昔の黒歴史恥ずかしいですとかじゃなくて、俺マジで太ったなって思って、で、ちょっと痩せるまでね、僕の顔を封印するわ。もうホラゲ配信とかね、さすがにつけるけど。まあ、っていう感じで茶番はちょっとまだお見送りですね。もうホラゲ配信とか、あと顔出し雑談とかでね、噛み食ったりはしてるけど。まあまあ、といった感じでございます。まあ、そんな感じで、まあ結構ね、ダラダラーっと。まあ、YouTube のなんか、エクバ2の動画ね、ゲーセン取りに行ってた時は、結構まあ割とお堅い喋りしてたんだけど、まあなんか、ぶっちゃけ配信と変わらないテンションで今回喋ってくんで、まあこういう動画でよければね、まあラジオ感覚で流してもらえればと思います。はい、といった感じで、じゃあ見ていきましょう。昔のビダール。夏いっすね、これほんとね。メイン20連射だっけ？頭おかしかったよね、これ。よくこれ20連射で出したよな、って今思うわ、ほんとに。で、メイン20連射の強さがね、まあ、いまいちわからないっていう人も多分いると思うんで、まあ、詳しく言うと、ユニコーンのさ、デストロイモードわかります？デストロイモード。あれのメインあるじゃん。ビームバルカンみたいなやつ、ビームマシンガンみたいなやつ。あれが20連射なのよ。あれが、常にできちゃう状態。で、なおかつ、20-20っていう打ち方ができちゃう状態ですね。はい。まあ、20-20って言うとあれよ。だから、ユニコーンのさ、メインは、20発しかないわけじゃん、弾が。だから、15-15みたいな打ち方ができないんですけど、まあ、このキャラね、メインが当時は100発ありましたので、まあ、20連射。まあ、20-20って打ち方ができるから、まあ、折り手があろうがなかろうが、大体のキャラ死滅してたんですよ、この時代。いやー、夏いわ、本当に。よくこの時代からね、まあ、あんまりインフレ、てか、インフレ加速させずにね、保ってきましたよね。だって、当時のさ、キャラパー覚えてますか？なんか、よく見るんですよ、ツイッターとかで。エクバ2稼働初期はまだ良かったよ。ミラコロ前角とか飛んでこなかったし。いや、ま、確かに言いたいことはわかるんだけど。多分ね、やっぱ昔の記憶で美化されやすいんですよ。俺、マキオンでさえ、なんか、マキオン神ゲーだったよな。エクバ2に比べてやっぱマキオンすげえ良かったよ。お前、本当にそうか。お前、変形照射がためなしで、バンバン飛んでくる時代なんだぞとか、思いながら聞いてたんですけど、まあそんな感じでね、昔の記憶は美化されやすいあれなんで、あれだったんですけど、昔のキャラやっぱ冷静に思い出してみてください。トールギス、やばくないですか？
N ムチ覚えてますか、あの爆速 N ムチ。なんかあれに頭悩まされたか覚えてないんですけど、あれとまあクシャトリアの拡張、まあクシャトリアはまだ可愛い方だったのかな。うん、でまあこの動画の本題のビダーレなんか、まあメイン20連射もそうだしね、あの横徳の火力とか伸びも違ったのかな、あのあと範囲かステップももう確定で取れるし、で横徳から N 角出し切り、 N 角の火力も違うから N 角出し切りサブで290ちょいだっけ、今260いくつだったっけっていうところで30も違うんですよ。頭おかしかったよこの頃本当に。でサブのさダインスレイブなんだっけ、鈍速時間11秒だったっけ、プラス5秒だったよね確か。あ違う、マイナス5秒されたんですよこのキャラ、ダインスレイブの鈍速の持続時間が。なんで今より5秒長い。まあ、これがどういうことかと言いますと、まあ、皆さん多分親の顔より食らってるコンボだが、親の顔は食らわないけどさ、まあよく食らうコンボでビダルの横毒出し切り N 角出し切りサブ射撃、これめっちゃやられるじゃん。であれがね刺さってから、まあ熱波してから鈍速時間がいくあのどんくらい続くかっていうと、まあ正確には分かんないんだけど、まあ大体3秒から4秒なわけよ。まあついて熱波して起き上がってから、まあ熱波してる時って結局鈍速時間もクソもないじゃないですか、鈍速関係ないから、まあ起き上が熱波して起き上がってから大体3秒から4秒続くんですけど、それにプラス5秒って考えてみましょう。逃げれると思いますかビダルの置き攻めから。でしかもこのキャラね、距離詰めんのお茶の子最下位だからね。ってところでやばかったですね。まあなんかこの頃の俺はなんだっけ、ピョン角にサギファイヤーがついてる、強えみたいな感じで、そこじゃねえんだよなーとか思いながら聞いてたけどね。まあ当時のちょっと拙い喋りを、今更だけど、ちょっと当時のね、拙い喋りを聞くとね、僕の羞恥心が爆発してしまうので、まあ音声は今切っておりますが、懐かしいね、でもこの頃、この頃登録者何人だっけ俺。全然関係ない。もう早速ビダル関係なくなってきたけど、この頃俺登録者何人だったっけ。なんか、待って、俺の記憶が正しければ、まあなんか俺のチャンネル振り返る動画みたいなのまあ需要ないと思うけど、そのうちまあやろうかなみたいな暇だしやろうかなとは思うんだけど、とりあえずまあ軽く今振り返ると、お前かっこいいことするじゃねえか昔の俺やるね、ジガジさん。昔じゃねえな、当時確かに GGGP 優勝してからちょっとして1万人超えたから、この頃は1万1000、2000ぐらいか。そう思うと1年ちょいで4万ぐらい増やしたのか。我ながら、ね、なかなかいい YouTube ライフを送ってるんじゃないですか。いや、ほんと皆さんね、長いこと、この当時から見てくれてる方々いますかね。まあほんとね、ありがとうございます。はいはい、まあといった感じで、まあ、ビダルの話に戻りましょうか。で、あとね、これ、解禁初日の記憶ね、まだ結構濃厚に焼き付いてるんですけど、当時はね、僕これ下方来ないと思ってたんですよ。てか、まあ、サファリのためみんな、いやーとか、今めっさら格闘チャージよろけてたね。当時はね、僕たちサファリ勢は、まあ頭あっぱらぱなんで、いや、これ下方来ないでしょ、いや、トルギスの方が強いよ、みたいな。なんだこの広告は、けしからん。当時はね、まあそんな感じで、いやーまあ、下方来ないでしょ、鼻ほじほじみたいな感じで言ってたんだけど、まあ冷静に来るわな。なんで当時下方来ないと思ったんだろう。やっぱあれかな、ちょっとキャラパー麻痺しすぎてたのかな。ギスだったり、なんかともう一機体いたよね、なんか3000強いやつ。ギスだけじゃなかった気がする。クアンタストフリーはなんか当時結構騒がれたけど、最終的にはって感じだったからな。あれなんだっけ、ちょっと覚えてないですね、僕は。うん。まあまあ、といった感じで、当時はね、ほんと下方来ないと思ってたけど、まあ冷静に来たね。しかも何回来たっけ、こいつに関しては。2回来なかったっけ。やばかったよな。はぁ、こんな時代もあったんですね、ビダール。なんか、まあ、ガンダム勢がさ、みんな一度はさ、夢見ると思うんだけどさ、まあ今日はエイプリルフールじゃん。まあ、いつこの動画があるかわかんないんだけど、まあ今、撮影の日にちがエイプリルフールなんだけど、エイプリルフールの時さ、なんかね、まあ今、ちょっとね、時期的にゲーセン行けないからあれだけど、まあもしね、これがなくてゲーセン行けるとかだったら、エイプリルフールだけなんか、下方キャラが全部全盛期になって、戻ってきてそういう環境で遊べますみたいな、やりてえよなーってのは、ね、誰しも一回考えたことありますよね。いやー、冷静にさ、全盛期ビダール対、なんだろう、全盛期ベルティゴとかさ、全盛期ライトニングとか、いやー、見たいですよね。はい。
まあといった感じで、てかあれね、この頃から結構ピョンカクムーブはしっかりできてますね、我ながら、うん、ちなみに俺自画自賛大好きなんで、これぶちゃくちゃ喋ってくんですけど、はあ、てかあとあれか、この頃はね、あのキャラッパが全体的にあまりにも高かったんで、今に比べて弱いキャラが全然使えなかったんだよね。もういいよ、逆襲のキャロルって何、逆者しか知らない私。この頃はね、まあ全体的に、まあここら辺、あ、ダブル王だ、そうだ、いたわ、やべえキャラ、ダブル王だ、そうだ。で、あとはまあレジェンドだったり、で、まあちょっとしてからね、なんだっけあいつ、オデブゲロビちゃん、名前が出る、バーチェか。バーチェもさ、12月末に出てきたわけなんだけど、バーチェって最初さ、全然強いって言われてなかったじゃん。あれ、なんでかわかります？あれね、他のキャラが強すぎて出てこれなかったんですよね。まあ、環境の相性的な問題もすごいあったんだけど、まあ、レジェンドに格茶飛ばされだけで動けませんみたいな。レジェンド当時格茶やばかったからね。で、あとはまあ、このビダレにメイン20連射されるだけで動けませんみたいな感じだったからね、あんだけ強かったバーチがさ、防御性何十パーだか忘れたけど、まあそんなバーチが出てこれなかった環境ですから、もう当然ね、他の強キャラ出てこれなかったわけ、あ、違う、強キャラじゃない。他のね、弱キャラは出てこれなかったわけなんですよ。まあそんな中でよくゴトラタン使ってたよなって感じなんですけど、頭狂ってた、本当に当時は。でね、まあね、このビダルね、僕ちなみにすごい苦い思い出があるんですけど、稼働初期ね、結構俺、ミネネと組んでたんですよ。レオシグの隣でゴトラッタ、ゴトラッタ乗らせといて、俺、後ろに爆弾してるだけで、勝てるわーみたいな感じでね、結構一緒にガンダムしててくれたんですよね、当時はね。当時は。うん、当時は。まあ、最近また組んでくれて嬉しいんですけど、うお、やばすげえ、あ、そうか、エルトカグやばいな、うわははははは、おい、やべえだろ、これ。あー、こんな時代あったんですね。恐ろしいわ、マジで。うわ、やば。はい、まあこういうね、殺人ベイブレードがいたから、まあ当然他のキャラが息できなかったんですよね。でね、まあ話戻して、まあミネネがね、当時組んでくれたんだけど、ビダールが解禁されて、なおかつ解禁当初ってトールギスってそんなにバレてなかったんだよ。クアンタとかソフィーの方が騒がれてて、トールギスってそんなに環境に多くなかったんだけど、まあ割といた、いたにはいたけどそんなに多くなかったのっていうところでもあれだったし、なんやこれは、っていうところでも、うわー懐かしい、レジェンドっていうところもあれだったし、あれだったんだけど、あれって感じなんだけど、ビダールとトールギスが一気に環境にバッと増えた時期があったんですよ。その時にね、今までミネート 90% ぐらい勝ってた勝率が急に6割ぐらいになって、はい、捨てられました。僕悲しいよ、本当に。まあそんな感じで、ちょっとビダールはね、恨みがあります。ちなみにさ、おお、なんかすごい置き攻めするな。まあ、これ当時20連射ができる置き攻めだけど。なんだっけ、そう、ビダール乗らないんですかって結構言われてたんですよね。お前ビダール乗れそうじゃんみたいな。うん。確かに、ピョンカクついてるし、ね、ピョンカク射撃バリアあるし、まあなんか乗れそうだよなと思ったんだけど、まあそういうね、苦い思い出があったんですよ、僕。ミネネ捨てられたんですよ、このキャラのせいで。乗るわけねえだろって感じで、当時は乗ってなかったですね。わあ、すごいな、レジェンドのスパイク今すごかったな。そうか、こんな時代もありましたね。あー、レジェンドむちゃくちゃ足早かったな、そういえば。ちなみにね、俺、自慢でもなんでもないんだけど、まだ、レジェンドとダブルを動画に上げてないんだよね。うん。なんか、解禁当初はね、強キャラはあんまり上げなくていいかな、みたいな感じで。まあなんか、目新しいキャラ上げてた感じあったからね。うん。当時は、あれだった、なんかそれ引きずってダブルオーとか、レジェンドは今ない動画に上がってないね。はいはい、まあといった感じで。うわぁ !N 特化がやべえ、これ終わってるじゃん、このゲーム。うわ、あーすごい、メッサーラもメイン変形メインあれじゃん、キュロキじゃん。やばいな、ほんとに。病気だよ、この時代。ほんとに、やばいな。うわぁさあ、なんならこの頃 M 角まだ弱体が食らってないのかな、これ。なんか、すごい早く見えるけど。はい、っていった感じかな。いやー、すごかったね、マジで。いやー、ドン引きだわ、この時代は。いやー、よかったよ、このビダールが今いなくて、ほんとに。マギがメッサーラ乗ってんのおかしいだろう。うわ、懐かしい、この頃のエンディング画面。だから、なんなんだよ、もう。懐かしいわ、これ最初の方にね、全部、最初の方に描いていただいた応援イラストですね。いやー、懐かしい。これね、エッチなトトちゃんね、これ、アケコ持ってるやつだよね。
で、前前さんに書いてもらったやつで、これが俺が自分で書いたやつ。かー、夏今マジで、はい。まあ、といった感じで、ご視聴ありがとうございました。まあ、今回ね、いつもやってる配信のテンションで喋ったんで、まあ、ちょっとね、多分受け付けない方はいるかもしれないですけど、まあ、許してください。まあ、いつもこんな感じです、僕。うん。結構動画だとね、お堅いテンションで喋ってるんですけど、うん。すいません。僕、こういうテンションで喋るのがすごい好きなんです。はい、といった感じで、まあ、エンディング特に喋ることもないんですけど、まあ、もしこういう動画でも良ければね、まあ、暇つぶし程度で上げていこうかなと思っております。本当に暇なんだよ、マジで。もうね、ダメ。もう、外出れないってだけで人間こんなに暇になるかって感じなもん、本当に。読書の趣味もねえからな、マジで。はぁ、家で一生 YouTube とにらめっこだよ、もう本当に。はい、といった感じで、じゃあまあ皆さんもね、まあ改めまして、まあこんなところ言うのもなんだけど、ゲーセンはね、まあ、まあできる限り自粛しましょう。まあ、1プレイヤーが言うのは、なんか変な話ですけどね。はい、まあといった感じで、最新の動画がありますね。まあこっちも良ければ見てください。はい、といった感じで、じゃあお疲れ様でした。次回の動画また見てね。バイバイ。あと、バーサ最新もね、まあ、部屋建てた時は良ければ遊びに来てください。バイバイ。